フスタートの風景フスタートはアラブ人の統治下となったエジプトにおいて初めて首都となった都市である。641年にアムルイブンアルイコールアースによって建設された。アムルの手によってアフリカ最古のモスクであるアムルイブンアルイコールアースモスクが同時期に建設された。フスタートの繁栄は12世紀に頂点を迎えた。 その時の人口は約20万人に達していた。1168年のシャーワルによる放火で怪人に帰するまでエジプトの商業の中心地であった。廃墟と化したフスタートにおいて残っていた区画は969年以来エジプトの行政の中心地であったカイロに吸収されることとなった。969年とはアルジェリアで没興しエジプトを支配することで カリフィを宣言したファーティマ朝がカイロを建設した都市である。それ以後のフスタートは数百年間廃墟として放置され、一部ではゴミ捨て場と化している。今日のフスタートはカイロ旧市街の一区画を成しているものの、首都としての機能していた時代から残っているものは少数であり、この地区は考古学上の発見がなされる場所である。フスタートで発掘された。 考古資料は、カイロにあるイスラーム芸術博物館において展示されている。フスタートが、首都の一つとして機能していたのは、おおよそ500年間である。641年に建設されたフスタートは、アッバース町が、ウマイヤ町を打倒した750年に、ジャーリフの丘から、北側が分割され、アルアスカル市に組み込まれた。 エジプトにおいて、ウマイア家とアッバース家の衝突は大きな焦点となることはなかったが、アッバース家はマシュリク世界ではダマスカスからバグダードに主婦を移したように、フスタートからフスタート北方の都市であるアルアスカルへエジプトの拠点を移した。エジプトの主婦がアルアスカルに置かれていた期間は750年から868年の間のことである。この期間は、 アルアスカルは新聞寺都市、フスタートは、ミスル、アルアティカと呼ばれた。868年にアルアスカルの北側、イブントゥルウンモスクを中心に、ヤシクルの丘、ムカッタムの丘、サイダ・アルナフィーサモスクに囲まれた地域が分割され、あるカタアイが新設された。905年、アルカタアイは破壊され、再び、エジプトの主婦の機能をフスタートは帯びるようになった。 970年、アルカターアイの北東 1km の地点に新種とアルカアヒラが建設されると、アルフスタート、アルアスカル、アルカターアイの3都市は、再び一つの都市とみなされるようになり、アルスタートはアルカアヒラに対してミスルと呼ばれるのが一般的となった。1168年、シャーワルがカイロに、その機能を移すまで、フスタートはエジプトの中心となった。 カイロはミスルとも呼ばれるが、ファーティマ朝時代にあっては、ミスルはフスタートの方を指した。アムルイブンアルイコールアースモスク。現在のモスクは1168年の破壊で喪失しており再建されたものである。フスタートの名前の由来はアラビア語で大きなテントあるいはパビリオンを意味するファスタットである。伝説によれば、 フスタートの場所を選んだのはヒトアの鳩だという。アムルイブンアルイコールアースがアレクサンドリア攻略の際に宿営していたテントにヒトアの鳩が映像し、放乱していた。アムルの宿営地はローマ帝国が建設したバビロン要塞の北側にあった。アムルは鳩の放乱を神の啓示と宣言し、宿営地をそのまま残し、アレクサンドリア攻略のために進軍を開始した。 アレクサンドリア攻略後、アムルは、宿営地を、エジプトの首都とし、都市の名前をフスタートにすることを、自らの部下に伝えた。数千年の間、エジプトの首都は、ナイル川流域を転々としていた。テーベ、メンフィスといった都市が一例として挙げられるが、エジプトはそれだけ、ナイル川に依存していることの証査でもある。紀元前331年。 アレクサンドロス3世がエジプトを征服すると彼の名前にちなんだ都市がナイル川川口に建設された。それが現在のアレクサンドリアである。アレクサンドリアがエジプトの政治、経済、宗教、文化の中心であった時代はそれ以降641年イスラーム勢力がアレクサンドリアを陥落させるまで続いた。 ウマルの命令を受けていたアムルイブニアルイコールアースはナイル川東岸に新しい都市を建設した。フスタートの初期の人口のほとんどが選手とその家族で占められており、都市のレイアウトは要塞に似ていた。アムルの考えはフスタートを北アフリカ及び東ローマ帝国の攻略の拠点とすることであった。フスタートが北アフリカ攻略の拠点であり続けたのは 670年に、チュニジアの地に、ケルアンが建設するまで続いた。フスタートには、642年に、アフリカ最古のモスクである、アムルイブンアルイコールアースモスクが建設され、その周辺には、役所が建設された。フスタートへの移住者はイエメンからのグループが、最大であり、アラビア半島西部からのグループがそれに続いた。また、 ユダヤ人やローマ人の商人もフスタートに居住していた。アラビア語がエジプトにおいて最も使用される言語となったが、8世紀までは旧来のコプト語が使用されていた。フスタートは、ウマヤ朝時代にはエジプトにおける支配の中心であった。エジプトそれ自体が大きな経済力を保有していたこともあり、ダマスカス、マディーナ、 バグダードといったイスラーム世界の中心地から派遣された総督がエジプトを統治していた。9世紀にはフスタートの人口は12万人に達していた。チュニジアを本拠地とするファーティマ朝カリフ・ムイズの命を受けた将軍ジャウ・ハルはエジプトを攻略すると969年新しい都市をフスタートの北 3km のところに カリフのための宮殿都市を建設した。勝利の塔を意味するアルカーヒラと呼ばれる、この都市が現在のカイロの始まりである。971年、ムイッズはチュニジアのアルマンスリーヤから宮廷をカイロに移したことで、事実上、エジプトの首都はカイロとなった。とはいえ、当時のカイロは首都としての設計を意図されておらず、カイロにあるのは宮廷。 法廷、軍隊の駐屯地のみであり、フスタートは、経済上のエジプトの首都としての機能を失うことは、なかった。フスタートの繁栄は続き、987年に、エジプトを訪れた、地理学者のイブンホーカルは、フスタートは、バグダードのおおよそ3分の1であると記述した。1168年までに、フスタートの人口は20万人までに成長していた。 スタートの繁栄ぶりを示すものとして、ハディーブ・バグダーディは、ジャーヒズの言葉を、自らの著である、バグダード氏で以下のように記した。技術は、バスラにあり、雄弁は、クーファに、良きことは、バグダードに、裏切りは礼に、妬みは、ヘラートに、ソヤは、ニーシャープールに、強欲は、メルブに、自慢話は、サマルカンドに、男らしさは、バルフに、そして商売は、 エジプトのフスタートにあるフスタートの都市の風景には、影を織りなす通り、庭園、市場、そして、数多くの旅行者が記す、高層住宅があった。フスタートの高層住宅の一部は7階建てのものも、あり、その住宅には、数百人の人々が居住していた。10世紀には、あるムカッダシーは、フスタートの高層住宅を、ミナレットのようであると記述している。 また、11世紀初頭のナシルフスローは、フスタートの高層住宅の一部が14階建てであることを記述している。また、その高層住宅の天井部分は、庭園が作られており、庭園への給水のために、牛が引く水揚げ車も整備されていた。ペルシャ人の旅行者であるナーシルフスローは、フスタートの市場のエキゾチックで美しい製品について、自らの旅行機で、 市場には、虹色の陶器、水晶、多くの果物と花々が溢れており、たとえ冬の期間でもそれが途切れることはなかったと、述べている。975年から1075年の100年間において、フスタートは、イスラーム美術及び、イスラーム陶器の最重要生産センターであり、当時の世界では、最も、裕福な都市であった。現代の考古学の調査では、 フスタートで発掘される工芸品はスペイン、中国、ベトナム産のものも見つかっている。また、考古学の調査が明らかにしたことは、フスタートに建設された住宅は中庭を保有しており、中庭にたどり着くまでの通路にはアーケード建築が採用されていた。1100年代中央、ファーティマ朝のカリフは10代のアーディドであった。しかし、 アービドの地位はあくまでも儀礼上だけのものに過ぎず、実権は最初シャーワルが保有していた。シャーワルはキリスト教勢力及びシリアのカリフであるヌールディーンの勢力をエジプトから排除するように努めてきた。シャーワルの努力がエジプトをこの二つの勢力の軍事的成功を妨げてきたと言ってよい。しかし、1168年、エルサレム王国国王、 アモーリー一世が十字軍の勢力範囲を拡大するためにエジプトへの侵攻を開始した。ついにはアモーリーのエジプト侵攻は成功に終わり、アモーリーの軍隊はナイル川下藩の要塞都市ビルベースを攻略し、ビルベースの住民を大量虐殺すると、その軍隊はフスタートへの進軍を開始した。アモーリーとその軍隊はフスタートの南方で宿営を開始し、 当時18歳のカリフであったアーディドにフスタートの降伏あるいはフスタートをビルベースの不幸の再来とどちらを選択するかという所感を送った。アモーリーの攻撃が切迫していた状況を見た。最初シャーワルはアモーリーの軍隊を撃退するためにフスタートに火を放つことを命令した。シャーワルの命令によりフスタートは怪人と化した。その後、 シリアより軍隊が到着し、アモーリーの軍隊を追い払うことに成功した。しかし、このシリアの軍隊は、そのままエジプトに駐屯し、ファーティマ朝は滅亡した。その後のエジプトは、ヌールディーンの老いであるサラーフッディーンが統治することとなった。アイユー部長の始まりである。アイユー部長時代には、経済の中心もフスタートの北にある回路に移った。 サラーフッディンは、カイロとフスタートを一つの都市とすべく、城壁の建設を試みたが、その試みは、失敗に終わった。マムルーク町時代には、フスタートの地区は、それでもなお数千人規模のコミュニティを維持していたが、ゴミ捨て場として使用されるようになり、徐々に、その人口を減らしていくことと反対に、ゴミは、数百年の間、積み上げられていった。イブントゥルーンモスク。 唯一、オールドカイロで12世紀以前に建設された、建築物で現存する、建築物である。今日のフスタートは、あるアスカル、あるカターイと共に、カイロの旧市街の一角をなす。とはいえ、当時の建築物で現存しているものは少なく、荒れるままに放置されると同時に、一部では、ゴミ捨て場とかしている。これらの3つの地区で現存する、 建築物で最も古い建築物は、旧世紀に建設されたイブントゥールーンモスクである。イブントゥールーンモスクは、あるカタアヨートに置いたトゥールウンチョーン町の、アフマドイブントゥールーンによって建設したモスクである。アムルイブンアルイコールアースモスクは、アフリカ最古のモスクであり、現在も使用されているモスクではあるが、シャワールの放火によって、建築物の歴史を一度中断しており、 現在のモスクは放火後に再建されたものである。それ以外の建築物は見ることができない。さらなる考古学上の発見がフスタートでは行われると考えられており、発掘作業は現在も続いている。数百年の間に積み上げられてきたゴミの山の下には、放火前のフスタートの姿がそのまま保存されていると考えられている。何回かの考古学調査によって、 道路がまだ鮮明に残っていることが明らかになっており、いくつかの建物が部分的ではあるが、再建作業が実施された。今日のフスタートはスラム街に近接しているため、フスタート広古遺跡に近づくことは難しくまた危険で、あるが発掘された広古物はカイロにあるイスラーム美術博物館で展示されている。ウィリアムズ。 P 三十七ハット ABCDP ターセン P 四十四ヨーマインズ P 十五ハット ABCI ウィットネス P 百二十四ラピドス P 四十一ハット ABCP ターセン P 九十一ラピドス P 五十二。ワは、クジェイリンファスタット、エンサイクロペディアオブザオリエント二千七年八月十三日閲覧アイリーン・ベーソンカイロエミレニアル。 サウディア・ランコ・ワールド、ピアニッシモ、24、2630、2007年8月9日、閲覧。佐藤 P185 ハットベーレンス・アバウシフ、ドリス、イスラミック・アーキテクチャ・ーイン・カイロ、ブリル・パブリッシャーズ、P6、ISBN90-04096264、ジョーン・ D ・バーゲシン、ボブ・モルダー、デイリー・ライフ・イン・エンシェント・モダン・カイロ。20。 ファーストセンチュリーブックス、P11 ISBN、ISBN0822532212, メイソンピアニッシモ、2, imo, 57ハットマーロフ、ピアニッシモ、159161、e、アリソンガスコイン、イスラミックカイロ、egyptvoyager.com。T v o y A G e、com, 2007年8月13日閲覧。以下に記すのは、英語版に記されているものであり、日本語版作成にあたり、 直接、参考にはしていません。以下に記すのは、英語版に記されているものであり、日本語版作成にあたり、直接、参考にはしていません。ありがとうございます。